はい、皆さんこんにちは、ガジログです。今回はシャオミスマートバンド7の初期設定の方法について簡易的にですねご紹介したいと思います。まず最初にですね Mi Fitness のアプリを使いましてペアリングの作業を行いたいと思います。ペアリングの済んだ後は Mi Fitness のアプリの中の設定項目を使いましてバンド本体の中の設定を変更していくということをざっくりとですね一通りの流れとしてご紹介できればと思います。あまり多くのね詳しい内容について一気にやりますと情報量が非常に多くなりますので詳しくはですね今出している動画ありますけどもおすすめ設定というものがあります。これ13線というタイプのものとそしておすすめ設定8線というのがあります。こちらの方でより詳しく説明していますのでご覧いただければと思います。ですので今回は一通りの流れということでひとまずしっかり使えるところまでご紹介できればと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まず最初にペアリングをする前にこちらのバンド本体を通電しといていただければと思います。どうやるかと言いますとこの付属の充電ケーブルがあると思いますがこのように接続していただきましてこちらの USB をちゃんと充電器に挿していただければと思います。通電が始まりますと初めて電源が入るという形になりますので画面が点灯しましたらですねこのように外していただいて大丈夫になります。そうしますとねこのように QR コードが出てくると思います。この状態になりましたら今度はアプリを立ち上げていただいてそうしますとね、Mi Fitness の画面が出てきます。このプロフィールっていうところですね、ここをタップします。今私はガジログというアカウントでログインしてあるんですが、もしログインをされていなければ、アカウントを作っていただいて、ログイン状態にしておいていただければと思います。アカウントをお持ちの方は、この状態からスタートしていきたいと思います。ではね、ログイン終わったと思いますので、今度はですね、このプロフィールの右上にプラスのマークがありますので、ここをタップします。そうしますとスキャナーかデバイスの追加と出てきますが QR コードがこのように出ていますのでスキャナー iPhone のカメラを使って設定を始めるというふうにやってみたいと思います。はい、そうしますとねもうカメラが起動しています。 iPhone のカメラを使いまして QR コードを読み取ります。ピントが合いますとねすぐに読み取りができるようになりますね。簡単にね読み取ってくれましたね。でこの状態でペアリング要求がもう来ましたね。早いですね。ここにレテンが出ているのでタップして同意します。今ねバインディングと出ていますね。繋いでますよということになります。はい、これでねもう終わりました。正常に追加されています。この状態になりましたら完了ですね。そうしますと次にデバイスのペア設定とありますが下を見ていただくと完了というところがあるのでここをタップします。次に出てきましたのはスタートガイドとありますが、ちょっと英語ですのでね、この辺はちょっと飛ばしていきたいと思います。はい、次へ、次へ、次へ、完了という風になりますと、次は目標設定が出てきました。カロリーですね。1日どれぐらいのカロリーを目標にしますかとありますが、300キロカロリーくらいにしといた方がいいかもしれませんね。そして1日あたりどれぐらいの歩数、目標にしますかとありますが、一般的な日常生活の方であれば5000歩ぐらいでいいのかなという気がします。で次に1日あたりどれぐらいの中強度の運動しますかということになりますが30分ぐらいでいいんじゃないでしょうかね。今ね目標設定が終わりましたらこの画面に戻ってきました。で次にデバイスというところをタップします。そうしますとねこちらが追加されている情報が出ていますね。接続済みになっています。この画面になりましたら各種設定がいろいろ調整できるようになっています。では一番最初にまずオンラインというところをタップします。そうしますと皆さんね一番やってみたいなと最初に思うかもしれませんがバンドディスプレイ文字盤を変更する画面になっています。標準の設定では今5つですねこのバンドの中に入っていますね。ローカルっていうのがこのバンドの中のローカル上にありますよという表現になりますね。そしてオンラインというのはシャオミのインターネット上からダウンロードして好きなものをこちらにダウンロードしてインストールするってことになります。では一つねやってみたいと思います。このユーティリティっていうところをねまず開いてみたいと思います。そうしましたらいろんな種類が出てきますね。じゃあこの中で一番人気があるという噂なんですが G ファンクショナルっていうねこの無料のものをダウンロードしてみたいと思います。そうしますとこういった感じになりますよっていうサンプルが出てますね。右側のものは常時オンディスプレイになった場合 AOD の状態になるとこういった感じで表示されますよっていうサンプルになっています。ではこちらをね適用をしていただいて
今ダウンロードが始まりましたね。そうしますと、しばらくするとバンド本体の方にダウンロードが始まって、今同期が始まりましたね。はい、今一回震えまして、はい、設定が完了しました。こんな感じで文字盤を変更することができます。この要領で変更していただければと思います。で、次にですね、アプリの通知、これ結構大事な部分になりますね。これオンにしていただきます。そうしますとスリープの解除とありますので、ここをオンにします。通知を送信できるアプリを選択とありますので、まず基本的に電話ですね、着信あった時にちゃんと教えてくれるっていう通知になりますね。で、ペアリング要求出てきましたが、まあなぜかね、このタイミングで出てきましたが、ペアリングをタップします。はい、で、通知受信することを許可しますかとあるので、ここも許可をします。そして次にですね、このその他、ここをチェック入れます。その他の部分ですね、今 WeChat、 QQ、 Alipay っていうところはオフになっていますが、これはですね、私のこのバンド自体がグローバル版になっていますので、こういった項目が表示されたなと思いますが、日本版のモデルに関しましてはおそらく出てこないんじゃないかなという気はしますが、使っている方はチェック入れればいいわけですので、ほとんどのアプリはこのその他に該当しますので、ほぼ全てのアプリから通知を受けるっていう仕様になってしまいますね。では次ですね、健康モニタリング系になります。この心拍数、連続モニタリング、今自動になっていますが、このあたりはね、自動設定でいいんじゃないかなという気はします。そして睡眠の部分ですね。これはオフになっていましたので、高度なモニタリングのところをオンにしますと、夜、その睡眠の測定をしてくれるようになります。そして血中酸素レベル、SPO2 の測定ですね。これもオフになっていましたので、終日のトラッキング、24時間モニタリングをする設定になります。そしてストレスの設定ですね。これは終日モニタリングとありますが、24時間ストレスの測定をしてくれます。これはオンにしていただければ、バッテリーのね、消費も当然早くなりますけども、自分がどれぐらいのストレス状態にあるのかを可視化してくれる機能になります。そしてスタンディングとありますね。これは立ち上がることをリマインドとありますが、朝8時から夜の9時ですね。その間に50分間ぐらいですかね。ずっと座りっぱなしであれば、そろそろ立ち上がってくださいよっていう風にバイブで教えてくれる機能になります。必要であればオンにされてください。そして目標達成通知とありますね。ここをオンにしますと、先ほど歩数とかカロリーの設定とかですね、そのあたりが達成されると通知が来ます。はい、次ですね、アラームになります。今アラームは設定されていませんが、追加する場合はこちらからですね。例えば明日の朝6時にセットした場合ですね、6時にセット、そして繰り返し毎日設定します。そしてスマート起床、これ何なのってことなんですが、アラーム時刻の10分前から睡眠サイクルの中で理想的な起床時刻を見つけますとあります。ですのでこれをオンにしますと、5時50分から6時の間で目覚めの良いタイミングを見計らってバンドでアラームが起動して教えてくれるってことになります。まあでもね、10分間の間ですのでね、早くても5時50分から教えてくれるってことになります。このあたりはね、早めに起きてもいいよっていうことであれば、最大で10分前から起こしてくれるってことになります。必要であればオンにされてください。これは結構おすすめの機能になりますのでね、ちょっとでも早く起きて朝の貴重な時間をね、大事にされたい方は、こんな機能もいいのではないでしょうか。では次にイベントになりますね。イベントっていうのはリマインダーのことですね。例えば会議が明日ありますよっていうことであれば、明日8月25日の15時から会議があるっていう場合設定していただきまして、1回限りの予定なのか、毎日15時に予定があるのか、いろいろこの辺調整することができます。よければチェックですね。そうしますと8月25日の15時に会議というリマインダーがバンドの方に飛んでくるということになります。はい、そして天気ですね。天気の情報は今の現在地の情報が基本的にはなります。はい、次はウィジェットになります。これ結構重要な部分になります。これどういうことかと言いますと、ホーム画面から右にスワイプした場合、こういう風にスリープですね、ブラッド、そして音楽という風に今出てきてホームに戻りました。この並び方を調整することができます。今開きますとね、ワークアウトがこのようにすぐ出てきますね。で、次に睡眠が割り当てられていますが、一回も睡眠測定されていないので情報は出てきていません。そして血中酸素レベルの測定もできるようになっていますね。そして次に音楽の再生コントロールも表示できるようになっています。そしてホームに戻ってくると。ですので、この並び方をどうするかということになります。これをですね、いろんなリスト一覧からプラスでこちらの方に追加していただいて、
並び方はこういう風にね、調整することができるようになっています。個人的にはこのワークアウトと、そして音楽は一番上と下という風に設定しておくと便利なのかなという気はします。そしてアプリを並び替えるとありますね。これは、こういった動きで表示されるものの設定になります。この並び方をどうするかっていうことになりますので、必要な並び方に調整をされてください。個人的にはですね、よく使います設定を一番上に持ってくるとかなり便利になりますね。今設定を一番上にしました。バンドディスプレイはとにかく一番上になっています。で、設定を2番目に持ってきました。で、これどうなるかというと、下から上にスワイプするとすぐに設定がこのように表示されるということになります。そして次に持ち上げてスリップ解除とありますが、これは必須ですね。これはどういうことかっていうと、手首を持ち上げて画面のスリップを解除するとあるので、こういった動きになりますね。腕を上げて表示するときに、ちゃんとね、画面が点灯するようにするかっていうことの設定になります。次にナイトモードってありますね。このナイトモードは、このバンド自体の画面の明るさを下げるという設定になりますので、夜明るくて仕方ないっていう方は、この設定をオンにされた方がいいと思います。そうしますとね、日没までオフ、次に設定時刻にオンとありますね。そうしますと開始時刻、夕方の6時から明日の朝の6時までナイトモード、画面をちょっと暗くするよっていう設定にすることができます。これ結構便利なんですよね。やっぱり夜真夜中暗い部屋の中でちょっと目覚めてしまった時に画面が結構明るいとね、覚醒してしまう可能性もありますので、ちょっとでもね、画面を暗くしといてくれると助かりますね。というわけで他にもいくつか項目あるんですが、このアプリを使ってざっと説明をさせていただきました。もっと細かくね、設定できることもあるんですけども、またそれに関しましてはおすすめ設定の方の動画でご覧いただければと思います。もっと詳しく説明していますので、そちらの方でご覧ください。というわけでここまで初期設定の方法についてお伝えしました。一通り使えるまでの流れということでなりますので、全てを網羅しているわけではありませんけども、これから毎日腕につけて使っていくと思いますので、使いながらいろんな項目をですね、調整されてください。当然ながら私が今お伝えしましたのは私個人がいいと思った設定になりますので、皆さんにとっていいわけではありませんのでね、自分にとっていい設定を見つけていっていただければと思います。そしていろんな項目をオンにしますと、当然ながらバッテリーの消費が激しくなりますので、いらない部分はオフにされてください。例えば私はストレス設定なんかはオフにしてあります。またスタンディングの設定もオフにしてあります。目標達成通知もオフにしてあります。オンにしてあるのが心拍数、睡眠、血中酸素レベルですね。健康モニタリングに関しましてはこの3つをオンにしてあるぐらいになってますね。そして今ね、設定の項目の中でお伝えしていなかったんですが、 AOD 常時表示モードになりますが、まず設定の画面を出します。そうしましたら、ここをタップします。そうしますと、多分一番上から3つ目ぐらいでしょうかね。これもしかしたら日本版では違うかもしれませんが、とにかく Always on Display を選んでいただきます。そうしますと、ここでね、一番上からスマート、スケジュール、All Days Off とありますので、こういった感じで AOD が表示されるようになります。これがいわゆる Xiaomi スマートバンド7の目玉機能の一つになっているわけですね。これ一回やってみたいなという方はいらっしゃると思いますので、最後にお伝えしたいと思います。というわけで今回 Xiaomi スマートバンド7の初期設定をお伝えしました。この他ね、自分なりにもっとカスタマイズして使ってみたいよってことでありましたら、以前動画出しましたけども、おすすめ設定の方の動画をご覧いただければと思います。概要欄にリンク貼ってありますので、そちらの方から飛んでいただければと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよってことは高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。